皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。今日は休日出勤でちょっと事務所に来てます。今日はですね、僕の好きな CD、 おすすめの CD をですね、ちょっとご紹介したいなと思うんです。音楽好きな人だったらね、もう絶対知ってるような有名な CD なんですけど、これです。キース・ジャレット The Melody at Night with You っていうアルバムです。これ、ね、本当に素晴らしいんですよ。もうね、10年ぐらい前のアルバムなのかな、もうちょっと前、15年ぐらい前ですかね。もうずっと聴いてます。もう事務所でも BGM かけてますし、車でもかけてます。とってもね、こう静かな、心に染みるアルバムです。で、キース・ジャレットっていう名前はね、多分皆さんお聞きになれたことあると思うんですけど、天才的なジャズピアニストですね。即興で、その場の即興でコンサートを開いて、でそれが有名なケルンコンサートってアルバムがあるんですけども、それがね、ほんと素晴らしいです。もう最後まで聞くとね、感動しちゃうぐらい素晴らしいアルバムになってます。そういう人です。で、何年か前に来日した時に僕もコンサートに行ったんですけど、こうたまたまこう雨が降ってて、みんな傘を持ってたんですね。で、会場のあちこちに張り紙がバーッと貼ってあって、キースの演奏は高い集中力を要求します、傘が倒れないように傘は必ず床に置くようにしてくださいっていう張り紙がもう会場の至る所に貼ってあって、で席に着いたんですけど、もうスタッフの人はですね、一人一人の傘をこうチェックしに来るんですよ。こう立てておいて、それが演奏中にバタンとか倒れてたりすると、もうキースの演奏はもうストップしてしまって、そこでもう演奏を中止する可能性もありますみたいなアナウンスが流れたと思います。そういう感じの人ですね。で、このアルバムが出された経緯なんですけども、キース・ジャレットがですね、慢性疲労症候群っていう病気になったんですよ。で、演奏活動が一切できなくなってしまった。ちょっとどういう病気かはちょっと僕わからないんですけども、でもとにかく演奏ができなくなってしまったんですね。で、闘病活動に入って、で、それが治ってですね、最初に出たアルバムがこれなんです。で、この演奏っていうのは本当ピアノ一つだけど、本当にシンプルな構成になっていて、キースの自宅のスタジオでですね、奥様を前にして演奏をして、それを録音したものを CD 化したんだっていうふうにライナーノーツなんかに書いてあります。すごい感動的ですよね。まあ、闘病生活から明けて奥さんへの感謝の気持ち、ピアノを演奏できるっていうことの感謝の気持ちってものがこうね、本当に伝わってくるんですよね。すごくね、シンプルなんです。多分ピアノ習ってる人だったらもう誰でも弾けちゃうぐらいのすごくシンプルな演奏なんですけど、一つ一つの音をね、こうなんていうんですかね、こう僕もね、技術的なことはわからないんですけども、一つ一つの、ね、音をこう慈しむような、そんな演奏です。だからね、そういうのが僕みたいな素人でも聴いてると、もう本当に心に染み渡ります。聴いてない方はですね、もう本当これ絶対おすすめですので、ぜひ聴いていただきたいと思います。もう心がこう静かな日とかにね、これを聴いてじっくりとね、お酒を飲んだりとか本を読んだりっていうのはもうね、もう人生の中での本当に素晴らしい時間になることはもう間違いない、僕は保証します。今日はキース・ジャレット The Melody at Night with You というアルバムをご紹介させていただきました。ありがとうございます。